棚をつける。どうもまさくです。本日はですね、洗面所洗濯機のところを覆いかぶさるようにラックが置いてあるんですけれども、それをね、一人暮らし時代からまあずっと使ってて、同棲した後もですね継続して使ってるんですけれども、彼女が変えたいとおっしゃっているので、今回は壁に取り付けられる賃貸 OK の棚をつけようと思います。 DIY とまでは行くのか行かないのか何とも言えませんけど、最後まで見ていってください。事前に用意したものがございまして、こちらですね。サイズなんだっけ、大きい方がこれサイズなんだっけ、91センチ。横が大きい方がこれ91センチで、縦が20センチで、厚さがこれ5センチぐらい、2センチぐらい。全部違ったもう一個がこれ 1x4 ですね、確かこれ、はい、これを使いますと。これにこれか、スタンドバー4、スタンドバー4ってやつ、 1x4 の木材で柱を立てる新しい壁面 DIY っていうやつですね。これまあなんか無印良品とかで壁に取り付けられる家具棚みたいな感じで、後ろの画鋲みたいなのがちょっとこう独特な、まあ賃貸とかでも全然取り付けられますよっていうような細い針をうまく使って、このように壁に取り付けられるスタンドバーっていうものを使います。それとホームセンターで買ったステンレスアーム棚受け、これを使って今から取り付けていこうと思います。取り付けていこうと言ってますけれども、大体は彼女がやってくださる。ありがとうね、アリーベデルチ。ということでやっていきましょう。はい、ということで今ですね、洗面所がこういう状況になってますね。これだよね、このラック、うん、このラックを一旦じゃあこう取り外して、ここの壁ですね、この壁にさっきの壁面 DIY を取り付けて、でこのタオルとかいろんなものをまた置き直すってこと。うん、そういうことです外していきましょうか。はいはい、広いね。ここにこうつくっていう理想だよね、さっきの。いいじゃん。ここが壁だとしたら、うん、この柱をつけて、うんうん、板をこういう感じでつけたいっていうのがあって、ここに棚受けがつけて、さあこの棚のつけ方と、ま、全く同じですね。はいはい、あのこの棚受けと下の部分ね、これと同じ。そうそうそう、こういう感じで、なるほど、つけるっていうのをやる。わかりました。前と同じぐらいの高さでいいですよね。ちょっと1そうだね。1段目ここで、うんうん、1段目この辺とか、うん、それを合わせればいいんじゃない？じゃあ、そうだね、そうだね。これが壁に取り付ける側を上に置いて、うん、この部品をこういう感じでつけます。この部品をこういう感じ、こういう感じにつけると、この部品をこういうと思います。付属のピース、それをまずまあこうやってつけていくってことですね、うん、まあ、ここにね取扱説明書があるんで、スタンドバーの取説通りに、取り付けていきましょうというような話ですね。ちょっとここは細かいんで割愛しようと思います。正方形のを取り付けましたが、とんがりが大事です、ね、このとんがり、これ、はい、壁に印をつけられる。なるほどね。じゃあ一旦壁でそれ印つけてから、からこれを外して、うんうん、壁に固定すれば、うん、なるほど、大将、はいじゃあつけに行こうか。はい、うんうん、トゲトゲのところにそれで印をつけるわけだ。です、なるほどね、なるほどね、こういうことね。あー、なんかすごいちっちゃい穴が、はい、肉眼では確認できます。なるほどね、これだったら別に大丈夫だぞ。次はこの部品を壁に固定します。はい、これで当てた印の位置に、うん、こうやって、あー、さっきの針のは何、そう、合わせてそしたらこれを取って、うん、
で、これで差し込んでいく。本丸の中の針を差し込んでいくと。なるほど。おお、気持ちいい。気持ちいい。グッ。おお。って感じ。OK。合わせます。楽しい。楽しい。気持ちい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 い。だが、それでいい。未来地下帝国。できました。見えるかな？見えてるのかな？着きました。着きました。板取り付け式。どう？お。うんうん、できた。こんな感じで。おお、うちも。おお、うん、できた。こんな感じで。おお、いいじゃん。来ました。こっからで、ここに金花で棚受け子もくっつけ、イエーイ、イエーイ。続いてはスマホの水平器アプリを使って棚受けを印をつけていく。ちょっと違う。違います。わあ、かわいいじゃん。気に入っちゃう。つけちゃおう。印をつけたところにネジを打っていく、うん、ビスを入れていくわけですね。つけて棚受けをつけたんで、これを、うん、壁に打ち込んで。今めちゃめちゃ水平、うん、いいじゃん。おー、いい。あ、おめえ、いい。天は一番で。家は家だ。家は家だ。家は家だ。どうしてネジが落ちるんだよ。松で。松で。沈めた。おー、いいね。OK。おー、すげえ。じゃあ落ちちゃいますね。気をつけてね。よ。上手。はい、1段目できましたよ。ほら、乗せてみようじゃないの。タオルからだとぎゅうぎゅうになる分のがいいの。上にホコリかぶらないから。ああ、そんな気がする。なるほど、うん、あ、なんかぴったりだ。ぴったりでいいじゃん。チネラフィットいいじゃん。あ、いいじゃん。いいかも。ぴったり。ぴったりじゃん。あ、乗った乗った乗った。じゃあ大丈夫だ。よかった。残り1本やるしかない。え、かわいいよっていうか。来たよ。できたんじゃない？できた、できた。すげー。かわいいじゃん。え、遠目に見てみる？かわいいから。遠目に見る？うん。おー。え、かわいいよね。いい。いいよね。うわー、なんということでしょう。すげー、さっきと全然違うね。ねえ、うん。うわー、物乗せよう。これで脱水するときも。前のメタルラックとこう干渉し合ってガチャガチャガチャってなるんですけど、あ、うるさかったもんね。それもありません。ありません、はい、いいんじゃない。できました。できたと。これで一旦 OK ですかね。できました。すごい。やっぱりここの圧迫感があったからさ、前は広く見えるよね。すごく広く見える。で、いいよね。ここもね、こうやってわざとこうラックがあった時はこうやりながらね、うん、やんなきゃいけなかったから、もうシュッいけるし、ね、ぐるぐるこう脱水でこうぐるぐる震えても、うん、干渉する場所がほぼなし。いいね。多分呼び静かにできます。うん、開けやすい。白い。白い。いい。いい。いい。そして私が紹介してるだけで何もしていない。そんなことないよ。イエーイ。時間的に急ぎとかでもなく、のんびり、まあ、普通のスピードぐらいでやって、1時間2時間2時間半ぐらい。2時間半ぐらいか。なので、まあ休日とかにやった方がおすすめかなと思いますね。一人でやるともう少しかかるかもしれません。で、費用が、棚受けと板が6000円ぐらいで、その壁に挿した部品が1000円ぐらいだから7000円ぐらい。7000円ぐらい。え、この棚受けも含めて、含めて1万円以下で。そうですね。こんな棚が作れちゃう。賃貸 OK のね、うん、クロスピンでできるということなんで、これはかなり再現性あるんじゃないでしょうかね。イエイ。で、これが支えるやつが耐荷重70キロぐらい、4つの支点で止めてるやつは50キロ以下、その支点が4個から6個に増えると70キロ以下。じゃあ今回は4つやってるから、まあ50キロまでやられると、うん、だいぶじゃあ置けるよね。うん、ね、参考になったと思ったらチャンネル登録、いいねとかよろしくお願いします。たまにカップルでイチャつきながら配信しております。それではさようなら。さようなら。